皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。東京都中野区、中野区はデジタル地域通貨事業を11月に開始します。愛称は中ペイです。中ペイは誰もがお得に気軽に楽しく利用できるというコンセプトの中野区で利用できるデジタル地域通貨です。区民、在勤者、在学者、来街者の全員が利用ができる中野区独自のみんなで作る地域通貨にしていくとしています。愛称とロゴマークは東京都23区では初となる公募で決定したということです。スマートフォンアプリを利用し、対象の加盟店にて決済ができるサービスで、中ペイの目標ダウンロード数は9万件以上で、サービスが開始される今年度は初期費用、決済手数料、換金手数料はいずれも無料です。サービス開始に向けキャンペーンを開催予定です。プレミアム率 30% のデジタル地域通貨の発行で、1セット5000円で1500円のポイントを付与します。1人につき10セット5万円まで購入可能で、アプリをダウンロードした全員に500円分のポイントが付与されるということです。今後のスケジュールとしては、8月から利用店舗の登録を開始します。9月下旬にスマートフォンアプリがリリースされ、アプリダウンロードキャンペーンを実施します。10月にはプレミアム付きデジタル地域通貨の抽選販売の申し込みを開始、11月に決済サービスが開始されます。2025年度は中ペイで健康関連のポイント事業を開始する予定です。今後は区の施設利用や各種手続きの支払い、区の給付事業への利用に拡大することも検討していくということでした。北海道真崎町。真崎町の脱炭素化を進めるために、省エネ推進による消費電力の削減とエネルギー転換による二酸化炭素排出量の削減を図るため、 LED 照明器具と省エネエアコンを買い替え、または新設する費用の一部を助成します。奨励金の額は交付対象経費の2分の1以内の額、交付上限は5万5000円です。交付期間はおおむね5年程度の実施を検討しています。補助対象経費としては、町内の事業者から購入したもので、新品または未使用品、住宅用照明器具及び電球等で固定した状態で使用する LED 照明、 LED 製品、当該年度の4月1日以降に購入したもので、当該年度2月28日までに設置が完了するもの、1世帯交付限度額限りで、対象経費は LED 照明器具等購入費または取り付け経費ということです。詳しくはホームページをご覧ください。岡山県岡山市。国の物価高対策を受けて、岡山市は7月下旬から低所得世帯に現金を給付します。市は19日から対象となる世帯に案内を送るとともに、相談窓口などを設けて問い合わせに対応することにしています。国の物価高対策を受けて、岡山市は今年度から新たに住民税が非課税になったり、均等割だけの課税になったりした世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付し、子供がいる世帯では1人当たり5万円を加算しています。市は対象となる世帯への案内の発送を19日から始め、7月下旬から給付金を振り込むことにしています。市民からの問い合わせに対応しようと、19日から今年10月末まで岡山市北区の市役所にコールセンターを設置します。すでに公金の受取口座を登録している世帯には自動的に振り込まれますが、公金受取口座がない世帯や、去年12月2日以降に岡山市に転入した人を含む世帯は手続きが必要になりますということです。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それでは、リコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。りっちゃんは最近どんな夢を見ましたか？ご質問ありがとうございました。なんか最近はですね、思い出せないというか、夢自体見ていないと思うので、夢を見ている余裕がないくらい爆睡しているのかもしれません。
睡眠が浅い時に夢を見ると聞いたことがあるんですけど、ちょっと気になって調べてみたんですね。そしたら最近の研究ではノンレム睡眠とレム睡眠のいずれの睡眠周期であっても人間は夢を見ることが分かっているため、ノンレム睡眠の夢は記憶に残っておりませんが、人間はノンレム睡眠でも夢を見ていると考えられていますということです。夢が記憶に残るか残らないかは睡眠周期のタイミングで異なるのですということでした。なのでノンレム睡眠でもレム睡眠でも夢を見ていて覚えているかいないかはタイミング次第だそうです。本当に最近見た夢っていうのが思い出せなくって、もし夢を見て覚えていたらラジオトークのライブ配信でお伝えいたしますね。皆さんは最近どんな夢を見ましたか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。